今回私もね、絶対成功する方法というタイトルでお送りしたいと思います。まあ、はっきり言ってね、小賢しい効率論とか戦略論とか、それからテクニックやノウハウ、こんなもんね、はっきり言ってね、ゴミクズですよ。こんなものはね、こんなものにこだわってる以上は成功しないと思いますし、こういうものを学んで成功しようとする、最短距離で行こうとする人は、これは天才の思考ですよ。普通の人はね、徹底的にやる、もうこれしかないですよ、普通の人なんだから。普通の人同士でレースするんだったら、いかに自分がね、目的地まで走り抜けるかってことですよ。天才は別のルートです。天才はもう緻密なね、計算のもと頭脳の勝負をしてるんですよ、体力ではなくて。私たちは普通の人ですから、私なんて普通以下ですからね。10年間派遣社員にも採用されないしね、10年間自分の商売でプラスにならない、しまいにホームレスになるというね。で、一人ぼっち、彼女もいねえ。ね、こう普通以下ですよ。ね、なんとかね、予備校行って1年余計に時間かけて、まあ大学行ってね、で何事もなすことなく、なんとなく追い出されるように卒業して、たまたま近くのスーパーに就職して、チャランポランに7年間過ごしてね、で辞めた後急に収入に困るわけですよ。で、目標も夢もないと、もうめちゃくちゃ借金生活、生活費は借金、何かするときに借りる、返さない、返せない、そのまんま30代に突入、30代ではずっとマイナス、マイナスが膨らむばっかり、アホですよ、ね、もうね、最後にはね、犯罪でもいいから金が欲しいと思うぐらいだったですよね。まあ犯罪する度胸もないということで、結局普通の人以下ということでございますね。ということでね、自分だけが特別だと思ってたけども、特別バカだったというね、ことがよく分かったという。40歳になって最も怪しいと言われるネットビジネスにやってみた。もうその時はね、もうただただやるだけというね。そしたらあっという間だったですよ。こんな簡単なことだったんだと。そこで振り返ったら、なんで中学とか高校の時にね、テストの点数がいいやつがいたのかな。それは単純に前の日までやっただけなんでしょうね、きっとね。たまたま覚えてたことが、たまたま上から下までテスト問題出たんですよ。私はたまたまどころか、テキスト1枚開いたことないんで、それはね、テスト用紙が来ても何が書いてるのか分かんないから、名前書いたら終わりですよ。まあそんな感じですよね、しょうもない。だからね、テクニック論とかね、頭脳論とかね、効率、これはもう天才がやってるレースです。あなたは天才ですか？天才なんだったら、なんでこの動画見てるんですかってことですよ。普通の人なんだから、普通の人だからね、少なくとも私よりいいスタートラインですよ。借金3000万ないでしょ。10年間派遣社員にすらね、あの派遣社員にすら採用されずにブラブラしてて、行くとこないから、仕方ないから自分の会社を作って、自分の会社に入社したわけですよ。それで正社員ですよ。で、会社の維持費だけずっとマイナス、全部督促、ね、請求書は即督促状という、ね、督促予備軍だったですからね、私に言わせれば。まあそんな中でね、滞納と電話がかかってきて、 UFJ 三菱ですけど、あのすいません、入金確認が取れません。これも聞き飽きましたね。入金確認が取れないも何も、入金してないんだから確認できるわけないだろうみたいなね、優しいお姉さんのアナウンスで、電話がかかってるうちはいいけども、そのうち電話がかからなくなり、あ、電話もなくなった、よかったなと思ったら違う、文章通知がね、黄色とか赤とか紫で来るようになってる。まあそんなことがありましたよ。普通以下ですよ。督促状そんな来ないでしょ、ね、来たにしても1回見たかな、2回見たかなぐらいのものでしょ。私の場合はね、春の車の自動車税もうすぐ来るでしょ、あれを払うのがぐるっと回って3月ぐらいですからね。もしくは車検のギリギリの時ですよ。クレジットカードで分割ですわ。ああ、普通以下ですよ。だからそれもこれも圧倒的な量、目的に向かって走ることで手に入れることができたんじゃなかったかなと思いますけどもね。圧倒的やってますか？圧倒的にやってたらこの動画見てる暇はないですよ。いってらっしゃい。